五条大橋田本の牛若丸、弁慶像五条通りは、京都市の主要な東西の通りの一つ。都市の中心部を東西に貫き、ほとんどの区間で国道に指定されている主要幹線である。国道の名称としては、堀川五条伊東は国道1号であり、唐須五条伊勢は国道9号である。また、国道8号、国道162号の重複区間でもある。 通りの東は東大寺通りとの交差点である五条坂交差点付近から五条坂と呼ばれ、五条坂交差点からは清水寺に向かう細い道となり、清水道と合流する。なお、国道1号は東大寺通りを立体交差で越えて五条バイパスとなり、渋谷2と合流して東山を越え、山品盆地へ続く。西は国道九号、桂バイパスとして、 桂川の西大橋を経て、桂から京都縦貫自動車道を靴掛け IC に繋がる。平安慶の六条防門工事にあたる。豊臣秀吉が奉公寺参拝のため、鴨川に架か,かる五条大橋を六条防門工事に移設したため、この通りが五条通りとなり、元の五条王子は松原通と呼ばれるようになった。昭和、牛若丸の歌い出しには、 京の古城の橋の上とあり、現在の古城大橋の西詰め、古城通りの中央分離帯に牛若丸と弁慶の像が置かれているが、当時の古城大橋はこの橋ではない。しかしそもそも、二人が橋で出会ったという物語自体が、後世の創作であり、松原橋が正しいというわけでもない。東大寺通りから千本通りまでの区間は、お池通、堀川通と同様、 第二次世界大戦末期1944年に防火台形成のため通り南側の建物疎開が行われ、戦後、その用地を利用して、福音約50メートルに道路が整備された。現在、西、王子津まで50メートルに拡幅されている。また国土交通省京都国道事務所が2002年10月に作成した、京の道探検物語では五条通りの地下には、 共同校が設置されている。と、漫画と地図で解説されている。カラスマ五条交差点の東行き車線の右折レーンは、共同校への出入り口を避けるために、中央分離帯の真ん中を通っていて、地下鉄、カラスマ線五条駅も共同校を避けるため、南側へずらされ、北側出入り口からコンコースまでの間の、共同校との交差部には、階段での上り下りがあり、 駅のホームは共同校の下、地下3階となっている。東山から桂川までのものを掲げる。交差する道路などの突起がないものは指導。2005年の平日24時間交通量5条通りは、国道1号9号のため、京阪清水5条駅、市営地下鉄、唐須馬線5条駅、JR 丹波口駅周辺に違法駐輪された自転車については、 京都市条例に基づいて即時撤去ができず道路管理者による対策がなされてきた。が7日間程度放置された車両のみを撤去対象としていたため対策が追いついていない実情があった。このため違法駐輪する自転車の撤去を京都市に委託して2010年9月からは放置期間に関わらず対策を行うこととなった。なお、一連の対策については 京都市内の他の地点でも行われ、費用は国費で賄われる。そして同年9月2日には違法駐輪していた自転車が即時撤去された。京都市内の通りの名称は通となっていて、利を送らない。例外として、道路標識では通りとして送る表記を採用しているが、印刷資料で送るものは極めて珍しい。京都市内の通り表記参照出典元。と、 京都市発行、市民新聞2010年9月1日号京都、新聞2010年9月2日、夕刊一面に、カラスマ五条周辺での撤去の模様を写真付きで掲載された。ありがとうございます。